の簡単さ。今日は大丈夫。いつもそう言ってかかってきちゃうんだよ。今日は大丈夫なの。本当かな。まあ本当のことを言うとね、お仕事だからね、パパにもどうにもならないこともたまにはあるんだけどね。でも今日は海に行ける。本当に？本当に。パパはミカと海ですることを考えたんだ。え、海ですること？まず、おっきな砂の山を作って。おっきな砂の山？その山に両方からトンネルを掘るんだ。トンネル？うん、それからいっぱい焼きそばを食べよう。焼きそば？うん、それからそれからいっぱいお昼寝して。待って。それからそれから目隠ししてスイカ。待って。いや、それって全部砂浜ですることだよね。海に行くんならやっぱり泳がなくっちゃ。じゃーん。それはジュゴンのジュジュだよ。ジュジュ、昨日ママと買ってきたんだよ。これをパパに？ママに聞いたんだけど、パパ泳げないんだって。うん、あ、全然気にしないでいいよ。ミカも泳げないし、浮き輪じゃかっこ悪いかと思って。でもジュジュに捕まってればミカと一緒にずーっとずーっと沖の方まで行けるかもしれないよ。話しちゃったの？泳げないことはね、どうせ分かっちゃうでしょ。これはパパと泳ぎたいからどうしても買っていくって。困ったな。波打ち際でチャプチャプやってやり過ごそうと思ってたのに、こいつがいると海に入らないわけにはいかなくなっちゃったぞ。だったらどうして海に行くことにしたの？動物園にしておけばよかったのに。それは…海に行きたいって言った時のミカがとっても嬉しそうだったから。正直に話してみたら？ミカに、パパが海に入れないことを。いい？海に入る前にちゃんと準備体操をするのよ。わかってる。それからちゃんと水分もとって。わかってるよ。もうわかってるって怖いんだからね。熱中症。何？もしかしてママ行かないの？話してなかったっけ？今日ママ友とランチなの。半年待ちが人気で。パパ、やっぱり私が話そうか。え、さっきの話。パパ早く。今行くから。
自分で話すよ。さあ、じゃあ頑張って。あ、きっとゆかりちゃんのママだわ。パパ。ごめんごめん、出かけようね。でも。え？ああ、ママの御用みたいだ。大丈夫だよ、ミカの心配するようなことはないから。パパ。ごめんね、楽しみにしてたランチなのに。ミカがあんなんじゃなきゃ一緒に行けるんだけどね。あ、ミカのことは気にしないで、お仕事頑張って。バイバイ。ねえミカ、ママお弁当たくさん作っちゃったの。一緒に食べてくれない？じゃあ DVD 見よっか。それともゲームする？それじゃあしょうがないな。お姉ちゃんは何もしたくないみたいだから、二人でおうちプールしよっか。このスイング素晴らしい。やあ、君、椅子をお持ちして。は、あ、はい。あ、ああ。手を貸して差し上げて。ありゃ。困ったな。誰もボールを前に飛ばしておらんぞ。空振りでも一打と取られるからな。でしたら、今までのは全て練習だといたしまして、改めてプレイスタートといたしませんか。おお、それはいい。やってみると結構楽しいでしょ。そうだ、来週はパパを誘って動物園に行ってみない？楽しいよ、動物園。ママも大好き。本当に？と来週もゴルフだよ。ああ、それは来週になってみないと。パパは海に行きたくないのかな。何言ってるの、そんなことないわよ。きっとパパ、ミカと海に行くより会社でお仕事してたんだよね。ミカ、パパはそんなことを。待って、何度も何度も約束したって全然遊べないじゃん。ミカ、パパ、ミカとの約束破ってばっかじゃん。ミカ、しょうがないでしょ、お仕事なんだから。分かってるもん、そんなこと分かってるもん。ごめんね、ママ言い過ぎちゃったね。でもパパはミカと遊びたくないなんて思っていないよ。そんなこと言ったらパパがかわいそう。はいはい、お腹すいちゃったね。ミカもお家入んな、一緒にお弁当食べよう。それでもやっぱり海行きたかったな。パパがいなくてそんなに寂しいかい？なんなら僕がパパになってあげようか。誰？
やあ、ミカちゃん。ジュジュ、ジュジュが喋った。そりゃ、口があるからね。自分で言ってなかった？海に行きたいなって。でもこの海の魚たち、ちょっと変わってる。あ、ミカ、水の中では息できないよ。ジュゴンの呼吸法を教えてあげる。どうだい？鼻に水が入っちゃったよ。でももっとやってみたい。じゃあ今度はジュゴン式の泳ぎ方。さあ、僕の泳ぎ方をよく見て。違うよ、バタ足じゃなくて両足を揃えてみて。そうそう、その調子。ミカもジュゴンになれる？なれるさ、とびきりキュートなジュゴンにね。また抜けちゃうよ。ねえジュジュ、ありがとう。パパの代わりに海に連れてきてくれたんでしょ？どういたしまして。でも本当はパパと来たかったんだよね。ミカはそうだけど、パパはどうなのかな。ミカちゃん、出かけようか。次は何するの？ミカちゃんを待ってる人がいるんだ。遅い。何をしとるんだい、ジュジュは。飛ばしすぎだよ。パパ、どうしたの？どうしてこんなところに？ミカこそ。ジュジュに連れてきてもらったんだよ。パパは？わからないんだ。お仕事してたらいつの間にか。遅いぞ、ジュジュ。ミニカ様は大変お怒りである。ジュジュ、どういうこと？あんたがなかなか遊んでもらえないかわいそうな子だね。これからミミカ様がこのパパにきついお仕置きをしてくださる。よく見ているがよい。ミミカ様？ミミカ様って誰？どこにいるの？あー、怖いね。お仕置き、お仕置き。面白いことなんかちっともありゃしない。私は待たされるのは大嫌いなの。ミミカ様、全員揃いました。お裁きを。パパが何をしたの？うるさい。お前はなかなか遊んでもらえないとか言うので、私が代わりにお仕置きしてやるのだ。冴えないよ。そんなにゴルフが好きなの？決まったわ。素振り10000回。お手手の皮がズルむけちゃうまで振っちゃって、それが終わったら返していいわ。仰せの通りに。待って、どうしてパパがそんなことしなくちゃいけないの？お黙りなさい。ミミカ様がお怒りになる前に謝りなさい。やだ、ミカもパパも怒られるようなことしてないもん。謝りなさい。いや、謝りなさい。いやだ、謝りなさい。あー、びしょ濡れてお、かわいそうに。さあ、地の上にお乗りなさい。お前は遊んでもらえなくて退屈だったのではないのか。え、怒っていたのではないのか。それは怒ったりしちゃうこともあるけど、お仕事忙しいから仕方ないし。だからミカ待ってるよ、一緒に海に行けるまで。海？海ではパパと何をして遊ぶのだ？海では大きな砂のお城を作ったり、トンネルを掘ったり。お仕置きするのやめにするわ。
あなたが望んでないのなら、お仕置きする理由はないわ。ごめんなさいね。分かってくれれば。さあ、ジュニア、お二人をお送りして差し上げ。寄り道道草しないで、まっすぐ行きな。パパミカ、パパはやめよ。ずっとこの島で私と遊んでるの。ジュジュ、戻って。ダメだよ、ミミカ様には逆らえないよ。どうして？ポンプを持ってるのはミミカ様だけなんだ。ポンプ？僕たちはポンプで体に空気を入れるんだよ、ミミカちゃん。さあパパ、一緒に砂のお城を作るのよ。それからトンネルも掘って、それからそれからちっとも楽しくないじゃない。パパ、ただいま。おかえり。なんでびしょ濡れなの？向こうでも降られちゃって。タオル持ってくるからそこで全部脱いちゃってね。はいはい、ミカ、は遊び疲れて寝てるわ。ただいま、ミカ。お仕事終わったの？ちゃんとは終わらなかったな。途中で雨が降ってきちゃったんだ。ミカね、さっきパパの夢を見たよ。パパの？パパが南の島に閉じ込められていて、ミカとジュジュで助けに行くの。ジュジュ？ジュゴンのジュジュだよ。はあ、それでミカとジュジュはパパを助けてくれたのかな。ううん、ジュジュが潰れちゃってパパが海に帰ってくれなくって。来週は動物園で決定。どうして動物園？いいじゃない、パパが忙しくてもミカとユウとママで行ってくれるし。それならミカ水族館がいい。そこまで海にこだわるか。ジュジュ、またびしょ濡れ。さっ
き着替えたばっかりなのに。ミカ、聞いてくれ。パパはミカとの約束を何度も何度も破ってしまいました。本当にごめんなさい。パパもういいよ。お仕事なんだからしょうがないし。もう一つあるんだ。パパは泳げないんじゃなくて海に入るのが怖いんだ。昔おじいちゃんに海へ投げられたことがあるんだ。おじいちゃんは泳ぎを覚えさせたかったみたいなんだけど、それからパパは海に入るのが怖くなって。バカだなパパは。だったら最初からそう言えばいいのに。そうだな、そう言えばよかったんだよな。ところでパパ、今日は何の日だっけ？バイバーイ。今度は頼むよ、ジュジュ。Thank you.